りの衣装でダンスや演奏をしながら練り歩き、恒例のパレードが行われています。今年で65回目となるパレードには地元の学校や企業などからおよそ3500人が参加しました。パレードのテーマは横浜市の花のバラで、参加した人たちは赤やピンクなど色によって異なるバラの花言葉に合わせて思い思いの衣装を身につけ、横浜市中区の中心街を練り歩きます。午前中は子どもたちが横浜にちなんだ歌をサンバ風にアレンジして演奏したり、人気ゲームのキャラクターの衣装で踊りを披露したりしながら元気よく行進していました。沿道の人たちは写真を撮ったり拍手をしたりしてパレードを楽しんでいました。40年ぐらい住んでるんですけど、こういう催し始めて、子どもたちがとても可愛くて上手だと思います。パレードは午後2時半ごろまで行われます。ガランチーノとはポルトガル語でこれはおすすめという意味です。パレードを通じて躍動感のあるおすすめのサンバを皆さんにお届けします。本当に躍動感あふれてますよね。今日は20代から60代から70人の方が参加されています。のテーマカラーであります黄色というのはですね、こうブラジルのナショナルカラー、緑と黄色と青と白があるんですけれども、そのうちの一つであるんですね。ブラジルと横浜の友情のシンボルを表しているということでした。いかがでしょう。
伊勢崎モール1から7丁目。テーマはローズフェアリーズガーデンです。メッセージは今横浜では全国都市緑化横浜フェアが開催中です。フェアに合わせて設置された小さな庭に全国から緑の妖精たちが遊びに来ました。その妖精、無妖精、バラの妖精、横浜からはバラの妖精たちがピンクのバラの咲く庭でブランコで遊んだりおしゃべりしたり輪になって踊ったり、みんな仲良く過ごしています。バラとチューリップの中で戯れる妖精を表現されたそうなんですね。元気な人ですね。そうですね。パレードが始まった頃から参加されているということで、25人の方が参加されています。じーんとしています。子供の頃横浜に住んでいて見に行きました。当時は仮装行列といってデパートなどの出し物がたくさんあったのを覚えています。 TBK ができて他県からでも見られるのはいいですね。ありがとうございます。こちらもいただきました。南区の早川さん、10歳の方からいただきましたよ。みんな一生懸命頑張っていて素敵です。私も出たくなっちゃいました。皆さん頑張ってください。応援していますとのことです。出たくなっちゃったという方も嬉しいからね。ぜひ出てほしいですよね。そうですよね。ではもう一つ、泉さんです。今年もこの時期になりましたね。テレビでは華やかな部分しか放送されませんが、終着点で演奏演技を終えた学生さんたちの完全燃焼した姿もとても素敵です。青春っていいなと思います。あってからも6点な感じがね。そうですよね、はい、完全燃焼なんですよね。まだまだ募集していますので TVK のホームページチェックしてみてください。エントリーナンバー39番、横浜華僑総会。テーマは中国流氓獅子舞です。メッセージは横浜中華学校交流会国術団は中国伝統文化の継承を趣旨にして横浜山手中華国校の卒業生が結成している団体です。幼稚園の頃から交流会国術団の演技を見て憧れ、団員の指導を受けながら練習に取り組んでいます。そして学校を卒業すると同時に交流会国術団の一員として迎えられます。主な活動は芸術や春節祭、卒業生の結婚式で色々に披露しています。今日は中国の80人の方が参加されています。この中国の獅子舞なんですけれども、方向を呼び寄せ厄を払うというふうに信じられているんですね。後ろに見えます竜なんですけれども、方向を与える神様としてお人々から愛され、空想上の動物では一番縁起がいいというふうに言われているんですね。これを見てると縁起がいいですね。そうですね、いいことあるかもしれないですよ。